はい、というわけでやってまいりました。今日はね、こちら、ホンダ青山の、ウェルカムプラザに来てます。あれレジェンド、すごいね、もうレジェンド置いてあるねんな、すごないこれ。しかもこれ世界初のレベル3ですよ、自動運転レベル3。これがね、もう本当に自動運転と呼べるような車になりましたね。高速道路でハンズフリーが体験できると、渋滞時ですけども、これがあれでしたよね、レベル3、はい、レベル3のドライブ。おーすごい。いやー、これが、自動運転レベル3に適合する、ステッカーになるわけですよね、自動運行装置の、証になるわけですよね。ホンダレジェンドは、ホンダセンシングエリートという名前で、やっておりますが、これがね、レベル3以上の、自動運行装置になるわけですよね。高速道路とか、ある一定の条件が揃えば、トラフィックジャムパイロットというのが使えます。で、渋滞時にね、ハンズオフが使えるという機能なんですよね。すごいよな。これはね、国土交通省が定める自動運転の定義をクリアしているというものなんですよね。いや、ちゃんとしてるわ。自動運転っていうのは、レベル5まであります。よくホンダセンシングで使われているのは、レベル1、レベル2ですね。このレベル2までが運転者による、監視ということで、基本的にドライバーの方に責任があると。いや、テスラとか自動運転化って言ってますけども、あれも日本ではこのレベル2になるわけなんですよね。日産のプロパイロット2もこのレベル2止まりということなんですよね。あれも高速道路でハンズフリーしましたけどね。そういや、この間乗ったスバルのネボーグも高速道路でハンズフリーが可能でしたよね。あれもレベル2止まりなんですよね。で、このホンダレジェンドは、レベル3以上ということで、それはね、システムによる監視ということなんですよね。条件付き自動運転ということで、システムが全ての運転タスクを実施するが、システムの介入要求などに対して運転者が適切に対応することは必要というのがレベル3になります。そしてレベル4ですね、特定条件下における完全自動運転ということで、ここからが結構な自動運転レベルになるわけですよね。で、最終的にもう下道でも完璧っていうね、完全自動運転、常にシステムが全ての運転タスクを実施というのがレベル5になるわけですよね。いやー、しかしね、これから自動運行装置のブレイクスルーが始まったという感じで、いやー、ワクワクは止まらないですよね。で、あれですよ、ライダーがこれがそうなんですね。ここと、これも、こんな感じなんや。で、側面にも。前はこれなんですね。ということは、1、2、3、4、5箇所。ホンダセンシングエリートは、5機のライダーと2つのカメラがセンサーとして、用いられてますね。いや、このライダーはね、急な車の割り込みとか、一般的に上手なドライバーと同等の、能力があると言われてますね。ミリ波レーダーよりね、だいぶ高価らしいですよね。そんな高いライダーが5つもこのレジェンドについてるということですよね。ちなみに1100万円します。いや、でもレジェンドでけえよな。ちょっと内装をちょっと見てみようかな。これがレベル3の内装かハンドルのところがなんか青く光るみたいですね。中開いたんでちょっと見させてもらおう。こんな開放的、これか。いや、しかしレジェンド内装が豪華ですよね。自動運転の魅力もありますが、やっぱこのレジェンド自体の魅力っていうのも満載ですよね。で、この自動運転に欠かせないのが ODD 運行設計領域ですね。今現在高速道路上にいるというのを、衛星から、判断しているということなんですよね。日本の順天頂衛星システム導きなどに並ぶ GNS の一つであるということですね。なんか難しい。こんな感じですげえ、ジュエリーのような、こんな開放的。レジェンドね、この基本的なこのシートとかすごいなんか良かったです。基本性能が高い上に、こういった最新のね、テクノロジーが備わってるというものですね。
これあれですよね、もう完璧事故らないほぼ事故らない車、レベル3だし AWD だし、ね、踏めば NSX のようにカット部という素晴らしいホンダさんの車でございます。でこの渋滞の時にあのハンズフリーで、ナビに映るテレビが見れるということらしいんですが、まあスマートフォンとかね普通にみんな見ちゃいますよね。ただあのホンダさんの方は推奨しないと言っていました。まあシステム側にね責任があるということでもまだまだ発展途上なんだなという感じはしましたね。いやまずはね高速道路からということで、まあ長距離運転には欠かせない機能だなと思いました。でさらにねすごいのが緊急時停車支援機能がついているということで、自動的にね車が止まるというシステムがついてるらしいんですよね。ハザードランプとホーンで周囲にね注意喚起を行いながら、停車まで支援するということらしいんですよね。いやすごいわ。いやーこれでもうね未来が来ましたよね。ホンダレジェンドレベル3あの世界で初ということですよね。テスラでさえあのレベル3にね上げなかったという、もう完全にねこれあの事故したとしてもシステム側の責任になるんですよね。あの過失がその辺が違ってくるということですよね。はい、というわけで、ホンダレジェンド今日はあの偶然見れました。私ねこういった、動画よく出しております。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、今日はホンダレジェンドでした。じゃあねバーイ。So